久しぶりですよ。こう入るとき礼とかしてましたからね。今もなくなってるんですけど、あそこの端っこに鉄棒あったんですよ。こんにちは。何年生？中3。大きいなみんな。ちっちゃいな。俺もここで練習してプロの世界でやってるから、みんなもプロの世界目指して頑張ってください。畑直樹をよろしく。ありがとう。先輩に K さんと吉川さんがいて、竹が下にいるんですけど、まあ、本当吉川さんにも食らいつけるようになってきたのは、まあ、今でもすごい差はありますけど、自分的にちょっと近づけたなって思えたのは最近ですね。本当に去年たくさん試合出させてもらって、まあ、途中で夏ぐらいに吉川さん復帰してきて交代した時は本当人生で一番なぐらい悔しかったんですよね。抜いてやるっていう気持ちもあったし、食らいつくっていう気持ちもあったし、まあ本当最初は雲の上の存在だと思ってた人をライバルと思えるようにもなってきたし、そやけどそれが空回りか分かんないですけど、うまくいかなくてすごい悩んでしまった時期があったんですけど、はい、でも今やっぱり一緒にやってて吉川さんの凄さっていうのも改めて分かったし、自分の足りない部分っていうのはすごい分かってきたんで、またこれやっぱ一番一回苦しい思いをしたんで、また自分のステップアップにつながるかなと思います、ね、勝負を決めるセービングとかってやっぱあると思うんですよ。そのビッグセーブでやっぱチーム活気づくと思うし、やっぱそういう勝負を分けるところで差があるかなと思いましたね。僕自身努力はそんな嫌いじゃないんで、まあ、努力して自分で俺もやってるからっていう、そういうもので僕自信つけていきたいんで、まあ、本当試合に出て勝つことがやっぱ一番の自信になりますけど、まあ、そういうわけにはいかないんで、どっかで努力して追いつかなきゃいけないと思いますし、みんなが試合出てる時にトレーニングするしかないと思うんですよ。あと2回ですかね、チャンスがあるのワールドカップ。あと8年、どっちかにはやっぱ名前を呼ばれるぐらいのプレイヤーにはなりたいですね。フォワードですかね。こうやって言っときながら本当生まれ変わったらまたキーパーやってると思います。楽しい時もありますけど、辛い時の方が多いかもしれないです。でも辛い時が多いから楽しい時が本当すごい楽しいですね。